マイレージ、マイライフは、ジェイソン・ライトマン監督、ライトマン及びシェルドン・ターナー脚本による2009年のアメリカ合衆国のコメディドラマ映画である。ウォルター・ガーンによる2001年の同名小説を原作としている。2009年9月6日にテルライド映画祭で、スニークプレビューが上映された後、9月12日にトロント国際映画祭にワールドプレミアが行われた。 2009年12月4日に、アメリカの15劇場で封切られ、8週末に約110万ドルを売り上げた。12月23日には拡大公開となり、その週末の売り上げは1100万ドルに至った。北米での劇場公開は18週以上続き、累計興行収入は7900万ドル、その他の市場では8300万ドルを売り上げた。マイレージ。 マイライフは映画そのものから、脚本、監督、編集、3人の主演に至るまでが様々な賞にノミネートされた。第82回アカデミー賞は6つの候補を獲得したが無感に終わった。第63回英国アカデミー賞では、ライトマンとターナーが脚色賞を獲得し、また他に5部門で候補に上がった。ダラスフォードワース映画批評家協会では、作品賞のほか。 監督賞、脚本賞、主演団優賞を獲得した。第67回ゴールデングローブ賞では5部門で候補に上がり、ライトマンとターナーが脚本賞を受賞した。ライトマンとターナーは全米脚本家組合賞でも脚色賞を獲得した。第14回サテライト賞では5部門で候補に上がり、ロルフ・ケントが作曲賞を受賞した。クルーニー、ファーミがケンドリックは 第16回全米映画俳優組合賞で候補に上がったが受賞は全て逃した。ケンドリックは MTV ムービーアワードのブレイクスルー演技賞やパームスプリング国際映画祭のライジングスター賞を獲得した。フロリダ映画批評家協会、アイオア映画批評家協会、サウスイースタン映画批評家協会、バンクーバー映画批評家協会など11の賞で作品賞を獲得した。 放送映画批評家協会、セントラルオハイオ映画批評家協会、デンバー映画批評協会、ワシントン DC 映画批評家協会では、キャスト賞でも候補に上がった。カンザスシティ映画批評家協会とナショナルボードオブ、レビューでは候補に上がったすべての部門での受賞を果たした。衣装デザイナーのダニー。グリッカーは、衣装デザイナー組合賞のコンテンポラリー映画部門で候補に上がった。 またロジャー・イーバーとアメリカンフィルム・インスティチュート、ニューヨーク・タイムズなどがこの映画を2009年のベストに挙げた。ありがとうございます。